というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャ大歓迎といつも言っておりますけれども、来るものは拒まずのスタイルで今日もやらせていただきます。パーカッションの高文です。よろしくお願いします。大きく2種類の発音の仕方があります。こうとこう、こうとこう、こうとこう、それぞれ、湯切りとゲッツと呼びます。でこの湯切り、ゲッツ、湯切り、ゲッツ、湯切り、ゲッツっていうのを両手で覚えたら、湯切り、湯切り、ゲッツ、ゲッツ、湯切り、湯切り、ゲッツ、ゲッツ、こうなります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーが湯切り、湯切り、ゲッツ、ゲッツ、湯切り、湯切り、ゲッツ、ゲッツ、湯切り、湯切り、ゲッツ、ゲッツ、湯切り、湯切り、ゲッツ、ゲッツ。大きく動かすのはここです。この肘の曲げ伸ばし、こういう動きで、この際こう回転させる必要はありません。でまず親指を自分の方に向けてもらって、こういう動きができるかどうかっていうのを確認してみてください。肘の曲げ伸ばしだけでこの手が向こうに振って自分に振って、向こうに振って自分に振ってっていう、この動きができるかどうかっていうのを確認してみてください。はい、常に親指は自分を向いています。で限りなく力を抜いて楽にふふふふと軽く振ってください。で程よく力が抜けてるとですね、この手首が後からカクンって動くはずなんですよ。腕を振る、スローモーションでやると腕を振る、でその後にこっちが振られる、手首が振られて、まあ、大体これぐらいの角度で落ち着くと。お分かりいただけただろうか。こうね、こっちから振って結果として後に手首が動くと。はい、このカクンっていう、これを利用します。このカクンっていう手首の動き、ここの剣ってね、そんなにこう動かないじゃないですか。せいぜいこれぐらいなんですよ。このカクンを利用してこのマラカスを発音する遠心力っていうかね、このスピード感、この動きを利用して鋭く発音します。なので大前提としてできてほしい動きとしては、こうヨッと振った時に手首がカクンとなるように楽に振ってください。でこれができるかどうかっていうのをチェックしてほしい。この動きが抑えられたら、まあ、手を丸めた状態でカクッ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 と振ると。これができたら、ここにマラカスが来れば、はい、できた。はい、でこのカクっていう時に、まあ具体的にはだいたいこのね、側面というか この面ですね、この横側に、つぶつぶビーズが当たってチャッという音が出せます。これがゲッツですね。でもう一個、湯切りの方はこの底面、そこにくびれてるところにスポッと入れてあげるような動きなんですね。やるとこうなります。完全に脱力しっぱなしにするとこう振り切っちゃうと思うんですけれども、ここにね、パントマイムっていうか想像上の何か障壁がある、壁がある、テーブルがあると思ってピタッと止めてほしいんですね。こういう感じになります。チャッチャッ、振り上げて振り下ろす、でこの辺で止めるっていうパントマイム、こういう動きですね。はい、これができるかどうかっていうのを確認してほしい。はい、これが湯切りの動きになります。これができると、実際の湯切りもうまくなりますので、大変おすすめです。はい。
現象としてはですね、この中のビーズを一回浮かせて、空中に浮かせて着地させる。で、このスポット、くびれてるスポットに入れるっていう感じです。こういう素振りをしてみてください。で、手首がカクってなることを確認してほしい。ゆきりゲッツ、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 ゆきりゲッツ。そしたらね、これができたらあとは交互にやればいいと。さっきやってたのは1 2 3 4 1 2 3 4なんで、ゆぎりゆぎりゲッツゲッツ、ゆぎりゆぎりゲッツゲッツ、ゆぎりゆぎりゲッツゲッツ、ゆぎりゲッツ。という、パターンになります。ちょっとゆっくりやるので、持ってる方は一緒にやってみましょうか。1 2 3 4 1 2 3 4、いぎりいぎりゲッツゲッツ、いぎりいぎりゲッツゲッツ、いぎりいぎりゲッツ。以上でございます。では一応簡単に、まとめて終わりますね。やっぱり最初にやるべきはスティックで考えると分かりやすいかなというところです。自分の体だけでこの動きを考えたりするのは、比較的楽なんだけれども、道具が加わるとちょっとそれが複雑になりますよという話でした、前半の話としてはね。で、スティックの3種類のグリップ、ジャーマングリップ、アメリカングリップ、フレンチグリップと3種類ありまして、これをね押さえておけば、こういう道具系のパーカッションに応用ができますと。で、特に今回のやつは、マラカスで言うと直線的な動き、フレンチグリップ的な動き、ストロークで振ります。はい。で、簡単な方法としては、寝かせてね、スティック的に振るのがいいんだけれども、こう立てて振る場合はこういう動きになります。動きとしては、湯切りとゲッツであると。湯切りゲッツ、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 湯切りゲッツ。これができれば、湯切り湯切りゲッツゲッツ、湯切り湯切りゲッツゲッツ、湯切りゲッツゲッツ、湯切りゲッツ。となります。